小選挙区比例代表並立制、小選挙区っていう選挙制度、それから比例代表っていう選挙制度がありまして、どっちも使ってるっていうことですね。メリットデメリットあるんですよ。補うために両方とも使ってるっていうことなんですね。小選挙区っていうのは神奈川何区とか決まってて、その地域で1人選ぶんですね。この人にするって言って選んで書く、市役所とか行って、で人の名前をこうやって書くっていうね、それが小選挙区というものです。小選挙区のメリットデメリットっていうことですと、政局が安定しやすいです。デメリットとしましては、指標が多い。指標っていうのは死んだ票っていうことなんですけど、民意がね、反映されにくい部分があるわけです。例えばですね、一つの小選挙区で4人立候補してたとして、で一番票が多かった人がもちろん当選ですね。そうするとこの4人のうち一番多く、票を取ったのは A さんです。当選します。 BCD に投票した人っていうのは120万人いるわけです。この人たちは A さんには投票してないわけですね。そうすると A さんがいいと思った人が70万人、 A さんは良くないと思った人が120万人いることになります。ここの部分が全部指標ということになります。民意を反映してないっていうのはこういうことなんですね。確かにこの人は一番多く取りましたけども、 A さんじゃない方がいいと思ってる人がこんなにいるわけですから。小選挙区の区割りにつきましては結構頻繁になんか変わってるっていう印象ですよね。つい何年か前はですね、私実際あったんですけれども、自分の住んでるところの、選挙区が変わりましてですね、そうすると全然知らない人に あれこれ誰みたいな、それまで自分の選挙区自分が投票してた人がいて、その人に投票したくてももうできなくなっちゃうわけですね。区割りが変わったんで、そういうこともあります。比例代表というのは人じゃなくて党に投票します。例えば私がこの選挙区で A さんに投票します。で比例代表では A さんの所属してない党に投票してもそれは別に大丈夫なんです。ずれてても大丈夫。じゃあ B さん C さん D さんはもうじゃあ議員さんになれないのか。実はなれる可能性がありましてですね、衆議院の選挙っていうのはそれぞれの党で名簿を作りましてですね、順位をこう1位から2位3位4位とこう順番に名簿を作るんですね。比例代表の方で党に投票するわけですから、 B さん C さん D さんは落選するんですけど、小選挙区では名簿の方でね、上の方に名前が載ってたら復活当選。そうすると小選挙区で落ちたくせに、あの人まだ議員やってるとかって思う人がもしいたとしたらですね、そしたらそれは名簿に載ってたんだ上の方に、そういうことがわかるわけですね。そういう人はゾンビ議員とかって言われたりするんですけれども、小選挙区では死んだけども受からなかったけども、比例代表の方で受かったよっていうことになるんですね。党に投票して、でその党がどんだけ人数取れたかによって、その名簿で何人復活できるかっていうのが決まってくるっていう、そういうふうなことになってます。先ほど申しました、いわゆる復活当選というやつですね。これがどうかなっていうところなんですね。有権者としてはね、民意の範囲があれ、 っていう部分あるんですけれども、小選挙区のデメリットをですね、比例代表の方で補って、そういうふうな選挙制度になっております。ただしこれは衆議院の話ですね。参議院では、党に投票してもいいし、立候補した人の名前を書いてもいいし、どっちでもいいんですね。なので復活当選とかそういうのはないっていうことになっております。
Just